皆さん、こんにちは。今回は人気俳優の織田裕二さんのについてお話しします。織田裕二さんといえば、数々のヒットドラマや映画に出演し、日本を代表する俳優の一人として知られています。特に踊る大捜査線シリーズで演じた青島俊作刑事役は、織田さんの代表作として多くの人々の記憶に残っているでしょう。踊る大捜査線は1997年から2012年までドラマと映画でシリーズ化された大人気作品です。織田さんが演じる主人公の青島俊作刑事と、柳葉敏郎さんが演じる室井慎次刑事のコンビが印象的でした。しかし、この2人の間には不仲説があったのです。不仲のきっかけは撮影現場での出来事だったと言われています。織田さんは非常に真面目で、自分の演技だけでなく共演者の演技にも口を出すことがあったそうです。そして柳葉さんの演技にも指導をしたところ、柳葉さんがブチ切れたのだとか。また柳葉さんも腰痛持ちの織田さんがたびたびスケジュールをずらすことから、プロとして失格というのを周りに言いふらしていて、それが織田さんの耳に入ったという噂もあります。このような経緯から、踊る大捜査線の撮影中から2人は不仲になってしまったようです。そしてこの不仲は共演 NG にまで発展してしまいました。柳葉さんは監督や脚本に、室井を殉職させてくれと懇願したそうです。さすがに殉職させるのは難しかったようで、制作陣は気を使ってシリーズを重ねるごとに2人の共演シーンを減らしていったのです。2012年の踊る大捜査線ザ・ファイナル新たなる希望を最後に、織田さんと柳葉さんは一切共演をしていません。そんな中、2025年に踊る大捜査線の続編が公開されるという報道がありました。踊る大捜査線には織田さんは必要だと思われますが、織田さんは正式に出演オファーを断ったそうです。ファンも期待の続編は、柳葉さん主演の映画室井慎次敗れざる者が10月11日、続いて映画室井慎次生き続ける者に公開されるようです。主人公交代は明らかですが、ファンの間では織田さんがゲスト出演するという噂が SNS などを中心に飛び交いました。実際、スタッフだけでなく柳葉さん本人も知人を介し、織田さんサイドに接触していたようです。一時は織田さん本人も前向きに考えていたようですが、結局は柳葉さんの作品だからとオファーを断ったそうです。織田さんが主人公として人気だった踊る大捜査線シリーズは、どうやら柳葉敏郎版の今回の作品が踊る大捜査線の最後のコンテンツになるかもしれません。そんな織田さんに、最近テレビで織田さんを見かける機会が減ってきたと感じている方も多いのではないでしょうか。実際、昔よりは織田さんはメディアに登場する機会が減っています。これには主に2つの理由が考えられます。1つ目は織田さんの健康上の問題です。織田さんは2001年に椎間板ヘルニアで入院し、4週間にわたって活動を休止したことがありました。これは持病であった椎間板ヘルニアが悪化したためで、手術とリハビリが必要だったのです。幸いこの時は約1ヶ月の休養で復帰することができましたが、こうした健康上の問題が影響している可能性があります。また世界陸上を降板した理由は、重度のアトピー性皮膚炎と言われています。肌黒いイメージのある織田さんは、実は褐色の動乱を使って痛々しい皮膚を隠しているそうです。病気の噂が絶えませんが、織田さんに重大な病気があるという噂は事実無根のようです。例えば織田さんの肌の色が黒いことから肝臓病説が流れたり、ドラマで末期の膵臓癌役を演じたことから本当に癌なのではないかという噂が広まったりしましたが、これらはデマだと考えられています。2つ目の理由はアメリカ不動産の好調です。織田さんは2012年にアメリカサンフランシスコの不動産を購入したと報じられています。織田さんが所有する不動産はサンフランシスコに複数あり、総資産は数十億とも言われています。サンフランシスコの不動産を所有していれば、ドラマや映画に出演しなくてもいいほどの資産があるということです。
3つ目の理由は、共演 NG の俳優が多くなってしまったことです。小田さんは演技や作品作りに対して非常に熱心で、妥協を許さない性格だと言われています。そのため、自分の演技論や芝居感に合わない俳優とは共演を避けるようになってしまったのです。具体的には、柳葉敏郎さん、柴崎浩さん、坂上忍さん、映画監督の金子修介さんなどが共演 NG だと噂されています。また、ドラマや映画の企画や脚本にもこだわりが強く、打ち合わせや企画会議で白熱した議論になることもあるそうです。時には、このストーリーじゃ嫌だ、俺出ないよと降板してしまうケースもあったとか。さらには、ある作品では、カーテンの色が俺の衣装や作品の世界観と合わない、すぐ変えてという要求を出したこともあるそうです。こうした小田さんの姿勢は、表現者としての真摯な態度の表れと言えるかもしれません。しかし一方で、共演者やスタッフとの調和を難しくしてしまい、結果的に出演機会の減少につながってしまった可能性があります。ドラマや映画以外にも、小田さんは長年 TBS 系で放送されていた世界陸上のメインパーソナリティを務めていました。小田さん自身、陸上競技が大好きで、選手の背景や心情をしっかりと調べ上げる熱心な姿勢は、多くの視聴者から好感を持たれていました。しかし、2023年の大会を最後に降板することになってしまいました。この降板には主に3つの理由があったと言われています。1つ目は、日本陸上競技連盟からのクレームです。連盟は、小田さんという人気俳優が陸上を明るく語る番組スタイルをショーでしかないと受け止めていたようです。小田さんの独自の熱血解説を売りにしていましたが、真面目に陸上をやってきて、真面目に陸上を広げようとしている連盟にとっては、そういった小田さんの姿勢がショーイコール茶番にしか見えなかったのかもしれません。そのため、連盟は小田さんに対して、スタジアム内を勝手に歩き回らない、むやみやたらに選手と話さないという2点の行動規制を依頼したそうです。これは選手の競技への集中を希望してのことだと推測されます。しかし、これにより小田さんの不利でもあった選手サイドに立ったレポートがやりづらくなってしまったのです。2つ目の理由は、小田さんのコメントに対する批判です。小田さんには推しの選手がいたことは事実で、その選手を応援するがゆえに、他の選手よりもひいき目の発言をしたように聞こえてしまうことがありました。また、女性差別や人種差別に聞こえかねない発言もちらほらあったのも事実です。さらに、陸上が好きすぎるあまり、結果や戦況に一喜一憂する姿に、想像しい、うるさいという視聴者からクレームもあったそうです。3つ目の理由は、経費節減です。人気俳優である小田さんのギャラは1回で数百万円だったと言われています。野球やサッカーと比べると、人気の少ない陸上競技ではこのギャラが大きな負担になっていたのでしょう。これらの理由が重なり、小田さんは世界陸上のメインパーソナリティを降板することになってしまったのです。最後に、小田さんの妻、息子についてご紹介します。小田さんは2010年8月16日に結婚しました。お相手は一般人女性で、小田さんより12歳年下だということです。結婚発表当時、小田さんはそれまで女性との交際の噂がほとんどなかったため、多くの人々が驚いたようです。実は、小田さんの奥さんは野田舞子さんという方だということが分かっています。野田さんは以前、ファッション雑誌で読者モデルとして活動していましたが、小田さんとの結婚を機に芸能活動をやめて完全に一般人になったそうです。野田さんの父親はアパレル企業の重役で、野田さん自身もお金持ちのお嬢様だったと言われています。そのため、小田さんとの結婚がお金目当てではないかという噂は全くなかったようです。小田さんと野田さんの出会いは2003年の食事会でした。共通の友人を交えた食事会で、2人は意気投合し交際に発展したそうです。結婚までの交際期間は正確には明かされていませんが、2003年から交際がスタートしていたのであれば、
結婚までに7年間のお付き合いがあったことになります。小田さんはプライベートをあまりオープンにしない人なので、野田さんとの交際はごく一部の人しか知らなかったようです。そのため週刊誌に2人の熱愛がスクープされることもありませんでした。長くお付き合いすればどこかでスクープされてしまいそうですが、小田さんも野田さんもバレないように慎重に愛を育んでいたのでしょう。小田さんと野田さんの間には2014年に誕生した男の子がいます。名前はゆうたという噂がありますが、小田さんは子供の名前や写真を公表していないため、この噂は信憑性が低いです。また学習院の幼稚園に通っているのではないかという噂もありましたが、目撃情報はなく、慶応の幼稚園に通っているという噂もあるため、実際にどこの幼稚園に通っているのかは特定できていません。芸能人の子供は幼稚園や小学校から有名なところに通うことが多いので、もしかしたら小田さんの子供も学習院や慶応といった有名幼稚園に通っている可能性はあります。週刊誌では小田さんが子供と買い物に出かけていたというスクープがあり、その記事の中では子供が行きたいところを伝えると小田さんが「おお、行こう」と子供目線にかがんで答え、手をつないで歩いていったという微笑ましい親子の姿が書かれていました。いかがでしたか？表現者として揺るぎない俳優像がある小田裕二さん、自身の演技にも厳しく、スタッフや共演者にも厳しいと言われています。実際共演 NG になっている方たちも多いようで、柳葉敏郎さんとも確執がありました。2人は現在も共演はなく、2025年に続編公開が噂されている踊る大捜査線には小田さんの出演はないようです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。